どうも赤星せよ赤星マシマシテビーはいよいたします、今回はですね、ラーメン王家さんという王家さん、千葉県柏市まで行ってきましたね。あらま、さあどんなところにあるのかというと、柏のですね西口かな、から、まあ8分くらい歩くところで、あの王道屋さんの近くでございます。家系の有名なね、でこちらですね、2014年の4月から16年の11月は王家としてですね、松戸で営業してたんですね。松飛台駅というところ、ですね。僕もちょっとバイトで行ったことがあります。松飛台に、はい、松飛台で16年から2020年の11月、さくらミニという、混ぜそば専門店をですね、今度千葉県流山市で出してたんですね。はい、江戸川台です。で、でですよ、去年の11月22日、柏にまたラーメン王家としてオープン。微妙にね、だんだん北上してるんです。なるほどね。はい。あ、北上して名前も変えつつ。そうですね。お猿とモンキッキーってことですか？要は。なるほど、確かに変えたりしてますけども、渡辺さんね。まあ、メニューですが、なんとですね、醤油、塩、味噌全部あるんですね。すごいですよ、これ。あと、辛いのと混ぜそば、なかなかこの3つの味揃ってるとこないですよ。ただ僕はやっぱりね、あのスタンダードな、はい、醤油の、大盛りを選択しているんですが、これがね、後々いろいろあるんです。はい、見ていきましょう。こちらが、ラーメンの大盛り。野菜、ニンニク、油、辛めに、限定のね、玉ねぎコールというのが、まあ、できるんで、これをコールしております。限定なんですね。これは、まあ、日によってという感じですね。なるほど、なるほど。はい。で、一応、マシマシのコールは、ありません。十分な量ですかね。そうっすね。だから、まあ、初めて来た人は、まあ、とりあえずは、普通で、オーダーした方がいいかもしれないですね。で、豚はですね、なんと2枚入ってるんですね。このデカさで。このデカさで2つ入っております。これはだから、増さずにこの量入ってると思ってください。はい。で、先ほど申しました、無料コールの玉ねぎはある人ないはるで、ね、ここにこう書いてあります。本当は。はい。ツイッターで、さくらみにさんの時のアカウントですね。このアカウントは前のなんだ。前のまま、使ってみてですね。ということで、あ、席を立って、大物に。ああ、もう帰っちゃった。と思ったらですね、こうなんです。厨房とカウンター離れてるんで、呼ばれたらもらいに行くんですね。なるほどね。ということで、いただきます。その豚からまあ行きましょうね、これね。これね、赤身の部分、とんでもない引き締まり方なんですね。もう、ギチギチ、筋肉豚です。マッスル豚。マッスルポークということでやっておりますけども。マッスルポークさんね。はい。では、どんどん行きますが、油野菜。これね、てっぺんのモア油と相性のいい、これソフト野菜です。はい。これは非常にいいですね。はい、マシまでですが量は凄まじいです。そうですね。はい。でこちらスープですね。これはね、ものすごいシックな土乳化系なんですね。これが写真ですごい食べたかった。あ、なるほど。見て、食いたかった。そうなんですよ。すんごい獣のこの香りがあるコクの強いスープ。油が溶け込んでるんで滑らかなんですけど、あの後から返しも追ってくるというね、豚と返しのリレーですわ。本当に。なるほど。リレーが口の中で行われてますわ。しょっぱレベルなんですけど、これね 3.3 なんですが、とりあえずこれね、あっとじゃあ2杯目これうまいんです。これね、めちゃくちゃうまいの、この返しがね。あの公式にね、野菜増しすると薄まるから卓上返しで調節をってあったんですが、もうそんなんじゃない、とりあえずね、これもうね、エスプレッソみたいに凝縮されたうまみなのよ、本当に。あのカップで出されて飲まないでしょ。飲むな、飲むな、あんただったら。まあまあ、私はちょっとゴクッといっちゃいましたが、いっちゃいます、あのちっちゃいカップでね、エキスそのものなんで、美味しく食べてみてください。あと、そしてこのパワフル筋肉部か豚にですね、胡椒、そしてニンニクでね、豚バーガーを作っていますね。あの乗せるタイプですね、上にね、辛さ、ペパさ、無機さということで、ね、表現しましたが、はい、ペッパーの味付けなんて表現したらいいか難しくないですか、あの味。まあまあ、なんだろう、胡椒だもん、胡椒味というか、かペッパーさというふうに言いました。その胡椒がちょっと分かんないですね。そうですか。はい、でも麺言ってますけども、はい、200、300、450ということでございますね。少し北エーブがかかってる、まあ、二郎系としてはやや細麺なのかなと思いましたが、まあ、ゴワゴワしてて食感は、まあ、ワイルドダイオ、見てくださいね、この引き出し方ね、ゴワーッと引き出しましたね。であんまり
硬くはないんだけども、うん、わしわしとしたタイプなんで、うんうん、ドンからこうやるのに握力必要なんで、僕はきつかったですね。握力ゼロですもんね。いや10代ですけどね。あのツッコミになってないですけどもこれも、どんどんいくもニンニクね、わしとしてもめっちゃ多い。これはちょっと細かいですね。ちょっと細かいんですが、まあ、辛ニンニクです。どんどんね、はい、なんかスープとまとまった感じで。そうなんですよ、うん、そうなんですね。1回ごとのすすりがね、非常にニンニク辛いものとなる、うん、強力なものになりますんで、ただ、うん、この後ですね、うん、ちょっと皆さんお気づきかもしれませんが、なんだこんなに進めたのに、うん、まだこんな麺あんすよ。ちょっと多くないですかと思ったらですね、うん、愛情盛りだったんですね。そんなまさかちょっとね、店員さんが、はい、気づいてくれて、はあ、ちょっと赤星さんがクールだろうって思ったんで、みんなであれなんですね、もうボジさんを見て病院に行かせようとしてる感じは、はい、そういうことで美味しく食べてもらおうと思って、600g 持ってくれたということで、食うね、あんた最近、でもこれお店で食べた僕量の、トップタイです。あーそうか、京店屋さんという伊勢原のお店で食べたのが600だったんですけど、あそこはね野菜がそんな多くなかったんで、重量としては本当に減らないね、減らない減らない、こんな食ってもう仲間と言ったんですけど、他の人たちは全員退店しちゃっててまだ1杯以上あるよね、うん、これね、だから美味しいからこそこれはすすり続けられたんですが、うん、減らない減らない減らないね。これはもう早送りにしました1回ね、はいはいはい、あまりのですね愛情に私無料玉ねぎの描写限定トッピングなのにめちゃくちゃボイコットしてました、もう本当、はい、といったところでね、特上魚粉というんですね、はいはい、これもね、うん、味変するためじゃなく、うん、ちょっともうあの満腹感を消すための、600g は特殊だからな、ちょっとあの土乳化なんで本当はね、うん、ここに魚粉入れたらめちゃくちゃ美味しいはずなんだけどね、うん、ここで出ましたファイナル筋肉豚、これがね強くて強くて、よく残せましたね最後、本当に水で、あ飲まないんかいということで、もう一回行こうね、水をちょっと含んで、まだちょっとその前に口に含んだ野菜と豚がちょっと残ってて、はいはい、見てここ長えないやこれもう葛藤、この最後の葛藤なんですよ、まあね、最後に豚を残すっていうのはなかなかこういうことですよという、ちょっと飲んでもう一回飲むか、長えよここ、いやもう一回飲んで玉ねぎ言ってくれ、じゃあいか置くんかい、おい嘘だろおい、そんぐらいきつかったんで一回酢を挟みます、はい、一回酢を挟んですっきりさせて、さあいっか、行くのかい、はい、行くのかい、行け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 行ったー、ということでごちそうさんです。いやラストの豚の長さをみんなに感じてほしかった本当に、ね、ということで麺量は100にしました。マシマシレベルは 93.46 ということですね、すげえ、これは麺量で大苦戦、まさかの麺量の苦戦第1位かもしれないですね。あ本当っすか、愛情盛りとはいえあと予測できてなかったですよ、ね、あそう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 、お腹のだからシュークリーム1個食べちゃったんだよなこの日何やってんだよ、ちょっとミスったな本当、だから本当に胃袋に自信があって2回目以降にね、うん、店長さんちょっと、うんはいはい、4号じゃ足りないっすよっていう人がいたら愛情盛りそれこそもう、ね、人生謳歌してください。はい、あ今日もなかったおじさんチャンネルではなく、もうなかったです2回連続はちょっとね、僕もその王冠言おうと思ってたんで、そうですか、それで本当にあのそこから由来がちょっと来てるんです。ああそうなんですね、人生王冠の、はい、なんでこれはセーフです。あよかったよかった、ということでね、柏市今ラーメン熱いんで、あそうなんですね、はい、うん、いっぱいできてるんでまた遊びに来ます。レイソルはいこちらです。Thank you.